株式会社 M.J. ホームは、滋賀県長浜市宮寺町1126の2日本社を、置く、不動産管理事業、仲介事業、売買事業、建築事業と教育事業と主に5つの事業を展開している不動産会社である。代表者は創業者である、くずかわむつみ。2005年11月に有限会社 M.J. ホームを設立し、 地域の信頼を関係を築きながら不動産の仲介、管理を主軸に事業を展開。地域とお客様の信頼関係を築き、仲介、管理を主軸に様々な角度から暮らしのサポートに取り組む。2016年には管理個数を5000まで伸ばし、同時期に不動産買取専門店のスマイル、ドアを営業開始。有限会社から株式会社 M、J ホームとして、 社名変更。同時に、代表取締役である、くずかわむつみ願望により全株保有の株主となる。エーブルネットワークフランチャイズ方式で、滋賀県下において2020年までに0店舗を運営。管理個数も6000を超える、不動産会社に。滋賀県の不動産会社で一番に不動産のウェブに特化した部署である、ウェブ反響対策室を取り入れるなどの特徴を持つ。 2012年には株式会社イングリッシュアイランドを設立し、教育事業を取り入れ、学童保育と英会話教室イングリッシュアイランドを開校し、地域貢献を実施している。2005年有限会社 M、J ホーム設立。エーブルネットワーク長浜店、彦根店、能戸川店、大見八幡店、森山店、片田海洋。 2006年サブリース事業開始100%個会社ジャパンアセットマネジメント設立2007年管理事業開始管理個数300個2012年管理個数1000個教育事業部開始株式会社イングリッシュアイランド設立2013年管理個数2000個2014年エーブルネットワーク立党店を事業譲り受けにより営業開始2015年 株式会社コネクトを M&A により取得、子会社化。エーブルネットワーク南彦根店、高島阿ド川店営業開始。管理個数3000個2016年、エーブルネットワーク、長浜本店営業開始管理個数4000個。不動産買取専門店スマイルドは長浜店営業開始。有限会社 M、J ホームから株式会社 M、J ホームに社名変更。 第三者割当により、資本金2000万円に増資。管理個数5000個。2017年株式会社イングリッシュアイランドを、九州合併教育事業部組入れイングリッシュ、アイランド駅ビル移転。英会話事業、学童事業開始株式会社、コネクトを、九州合併不動産事業部に組入れ、許認可取得により、建築事業開始。 2018年管理個数6000個2020年エーブルネットワーク湖南店営業開始。仲介拠点11カ所、管理拠点3カ所、教育事業拠点3カ所。不動産を売りたい方や任意売却をお考えの方へスマイルドア。スマイルドア。2020年11月4日閲覧。イングリッシュアイランド、イングリッシュアイランド英会話学童保育主学県 イングリッシュアイランド2020年11月4日閲覧ありがとうございます。